鉄道を国有とすべきか、それとも私設とすべきか。これは瑞典に最初の鉄道が開業するよりも前から議論されてきました。鉄道を開業させるにあたり、民間会社による鉄道開業は、海外資本に株式を保有され、後の植民地支配につながりかねないとして、帝国政府は直営方針を打ち立てました。時の政府は、現在の三都線となる瑞京、寄浜間鉄道を開業させますが、内戦で財政が悪化し、政府単独では鉄道網拡大が難しい状況に陥ります。政府は直営方針を改め、私設鉄道容認に舵を切ります。そして魚のタケノコのごとく、私設鉄道が乱立したのです。鉄道事業を管轄する鉄道局は、本来なら政府直営が適切だとする見解を主張し続けていました。そのため、私設鉄道に対し、国有化を求めた際には応じることを条件に、敷設免許を付与していました。前回の鉄道敷設法案でも、原案では間接鉄道のみに新線敷設を認めましたが、審議の結果、私鉄にも認める内容になります。この例のように、私設鉄道の株主を中心とした財界は、国有統一に反対していました。数十年にわたって続いた、国有化私有化の議論は、19世紀末に転換点を迎えます。1898年、帝国は戦争状態に突入。帝国政府の間接鉄道と、幾多の私設鉄道は、戦時供用令に基づき軍事輸送を担いました。軍事輸送には統一された輸送網が適しています。しかし、実際には複数の社局に分立している状況で、路線ごとに列車の付け替えが必要です。これに軍部は不満を持ちます。帝国陸軍は、鉄道の国有化を強固に要求したのです。後のように、瑞典資本主義の父、と呼ばれ、帝国の資本主義化を推し進めた実業家の、S は、鉄道私有論者として長らく国有論に反論し続けていました。しかし戦争を経て、持論を覆し、国有化を容認します。S だけでなく、他の財閥も国有化を是と認め、いよいよ国有化の機運が高まるのです。無論、最後まで国有化に反対し続けた人々もいました。急行運転や食堂車の連結など、昨今の便利なサービスは競争の産物であり、国有化されれば独占の弊害によって、経営努力を怠るようになると訴えます。また、私設鉄道の経営者や、鉄道会社株の保有によって、配当利益を得ていた株主たちも、激しく反対していました。1900年2月、時の政権は、帝国議会に鉄道国有法案を提出します。賛成派と反対派は激しく応酬。在野の新聞社も両論に分かれて論戦を交え、世論の注目を集めます。法案の閣議決定にあたり、反対派の外務大臣が保守の任を全うしがたい、として辞任に至るなど、閣内でも論陣を張るほどの大論争でした。瑞典憲政史上初めての乱闘国会、として記録される大混乱を経て、1900年3月、鉄道国有法は成立。幹線鉄道を有する私設鉄道は買収国有化されることが定められたのです。買収は1901年から翌年にかけて、2年間にわたり実施。間接鉄道の現用機関である鉄道作業局は、従来の数倍もの規模に肥大化するため、帝国鉄道庁に改組。1903年には鉄道局と統合して逓信省から独立、内閣直属の鉄道院となります。なお、提出された法案は全ての私設鉄道を国有化するものでしたが、議論の末、国家の屋台骨である幹線鉄道に限られることとなりました。買収対象となったのは、比蘭道鉄道、オス鉄道、瑞典鉄道、望洋鉄道の4社。未紹介ではありますが、軍事上の重要性が薄いとみなされた他の私設鉄道は、地方鉄道として買収を免れたのです。買収対象となった私設鉄道も、ただなされるがままではありません。民間会社の最終目的は、株主の利益を最大化することにあります。買収により現金を得るのは株主です。
よって、いかなる手段を行使してでも自社の株価を釣り上げることが、会社の最優先事項となります。鉄道としての価値に見合う額が買収価格となるため、これまで抑制されていた拡大投資を、各社一斉に行います。単線区間の複線化、急な延伸開業、新型車両の導入など、国有法の成立から実際に買収されるまでの間は、まるで蜂の巣をつついたような騒ぎだったのです。その中でもとりわけ極端な動きを示したのは、関節鉄道の宿敵、望洋鉄道でした。望洋鉄道は法案成立を目の当たりにすると、突如新大陸の鉄道車両製造会社に豪華客車を発注します。発注から、製造、そして国内に搬送するまでは時間がかかり、その間に望洋鉄道自体は買収されてしまいます。しかし、発注額が買収価格に上乗せされ、その上実際に製造会社へ代金を支払ったのは鉄道院です。豪華客車発注の真意は定かではありませんが、政府の強引な買収に対して一矢報い、株主の利益に貢献を果たしたのは確かでした。豪華客車を手にした鉄道院が、これを営業に供したとする記録はありません。私設鉄道の国有化は、政府が鉄道買収公債を発行して株式を買収することでなされました。株主たちは会社を手放す代わりに公債を得ます。そして、新たな事業の元でとしたのです。避難道鉄道の場合、事業譲渡としたのは鉄道部門だけで、避難道炭鉱汽船として会社は存続しました。買収公債を事業投資に転用し、随転成功書などを設立します。鉄道国有化の影響は鉄道業に限られたわけではなく、産業界全般に行き渡るものだったのです。さてこれより、国有化時点の帝国鉄道網を、確認して回りましょう。まずは帝国鉄道網の北端、カリクスから旧随転線本線沿いに南進します。ルレオーにて未登場の旧随転線支線が分岐、本線は海沿いに進路を取ります。旧随転線本線の末端区間は単線ですが、この辺りから複線化されています。旧随転鉄道の路線延長は国有化前まで最長でしたが、複線区間の長さも最長でした。徐々に沿線の市街化が目立つようになったところで、平根。同じく複線化が進んだ内陸線と合流し、本数が増加します。市街化が進んだ丘陵地帯を進み、トンネルを抜けたところで堀根です。万覧線が分岐し、帝都を通過する貨物列車はそちらへ迂回します。宇佐良駅で万覧線の主要ルートと合流したら、旧随転線のターミナル、への2到達です。帝都の発展は目覚ましく、周辺の町を飲み込み、大都市圏を形成しています。これだけ広大ともなると、帝都の中での移動需要も大きなものとなります。都市交通の発展につきましては、事象で取り上げます。さて、再び南進していきます。随転最初の鉄道、現在の帝国鉄道三都線に沿って進みます。川を渡ると帝都の南部、駅ルです。ここには旧望洋線がターミナルを構え、三都線と市街地を越える高架線が目を引きます。旧望洋線ターミナル、大橋駅の対岸には、旧オス線のターミナル、A 町駅が構えています。続いて後世にて万覧線が分岐。東北方面や押し方面からの貨物列車が、ここで合流します。次のリドでは三都線の本線と旧本線が分岐。本線は丸米、旧本線は寄せ浜の中心地に至ります。寄せ浜市内には、寄せ浜駅と免田駅の二駅が置かれ、前車には帝都寄せ浜間の区間列車が、後車には丸米まで直通する列車が発着しています。帝国第二都市の寄せ浜を過ぎたら、海岸沿いに進んで本土最南端の丸米に到達です。丸米は宿敵であった三都線と旧望洋線、両線の終着駅です。これまでは帝国を代表する二大幹線である、旧関鉄三都線と、旧随転線本線に沿って、北から南に見て回りました。ここからは、一旦帝都に戻り、旧オス線と関鉄オス線に沿って、随京から随天海方面、北西方向に回ります。帝都をぐるりと回る、旧随天万覧線のほぼ中心に位置するターミナル、A 町駅。ここからオスロの旅が始まります。万覧線の内側の区間は、
ご覧の通り右に左にカーブが連続する区間です。万覧線を立体交差で乗り越え比嘉駅に到着。給水点線と給押す線の接続駅です。猿因縁により、2社は仲違いしていましたが、今では帝国鉄道の一員に収まっています。比嘉の寺駅、連成からは、他に類がない直線区間です。つい最近復線化された線路を一直線に進みます。有秀美紹介の鉄道が分岐。森林地帯を抜けたところで直線区間が終了します。北へ進路が変わったところで奥府です。奥府から先は山岳地帯です。帝国本道東側と西側に二分する山脈を貫いていきます。途中幾多の橋梁とトンネル、そして二つのループ線を経て、瑞天海側の最大都市トロンヘイに到達です。現在、帝国鉄道庁はオス線を北西端のナルビクまで延伸すべく、建設中です。国有化の直前にナルビクの一歩手前、ホテまで開業いたしました。ステインから、ホテまでの車窓をご覧ください。3番出発進行、次、模指定車、停発、制限45。3番出発進行、次、模指定車、制限45。制限65。制限65。制限解除。制限解除。制限80。制限100。制限100。制限解除。制限75。制限75。制限95。制限95。制限解除。制限90。制限90。制限70。制限70。模指定車。模指定車。定着、定着。出発進行、次、ホテ停車、停発、制限60。
出発進行、次、コテ停車、停発、制限60。制限80、制限80。制限65、制限65。制限80、制限80。制限45。制限60、制限60。制限解除、制限解除。制限60、制限60。制限65、制限65。制限70、制限70。制限80、制限50、制限50。制限解除、制限解除。コテ停車、コテ停車。定着、定着。